本日は急な形で全国の津々浦々で民主党を支えをいただいている幹事長の皆様、選挙対策責任者の皆様にお集まりをいただきました。今回の総選挙の意義は、政権交代を通じて我々がやり遂げていこうと思っている改革を前に進めるのか、それとも政権交代以前の既得権益に軸足を置いた古い政治に戻ってしまうのか、それとも理念や方向性について十分な議論もしないで合唱連行した新しい政治勢力にこの国の舵取りを委ねるのか、そういう戦いであります。脱世襲政治も推進、自分たちで決めたことは決めた通りに守り抜くという、そういう戦う集団を私は作りたいんです。決断する政治が求められています。決断をしたらみんなで一緒にそれを実現をしていく、そういう民主党になることが間違いなく国民の信頼を得ることができると思います。脱世襲政治はその一つの試金石でありました。特定の後援会がずっと続いて、特定の家柄が政治を続ける、これ家業じゃありませんか。2世3世ルパンじゃありません。本当にこの国の将来を真剣に思い、胆力と行動力と知力を持って日本の政治を前進させる、そのためにもぜひ皆さん全国力を合わせて必ず勝ち抜こうじゃありませんか。総選挙に勝利するために力を合わせて頑張ろう。